こんにちは今日は年12月13日です朝から春日大社さんの若宮様で春日若宮御祭り毎年12月の15日から17日に行われますお祭りの先回りをしてまいりましたこちらが年のチラシです特に今年はですね春日大社さんで初めて遺伝坊というのをですね授けてくださいます。 こちらはこれからも春日大社さんでのお下がり、需要はないそうです。先着40名様です。朝から行かれますと、春日大社さんとっても清々しい雰囲気の中、お参りができますので、ぜひお参りなさってくださいませ。9時半になりましたら、最初新職さんのお話がございます。そしてその後、ボランティアガイドさんのお話があるんですが、 私としては神職さんがいらっしゃるなら神職さんからのお話を聞きたかったです。ボランティアさんはあくまでもボランティアさんなので春日大社さんの神職さんのお話が聞ければもっとよかったなと思います。そしてこちらがですね春日大社さんの境内図とそして授かりました遺伝法のお菓子です。 そしてこちらがですね、春日大輔さんでいただいたもの、えそして中にはこの遺伝棒というのとですね、えそれから遺伝棒についての案内がですね入っておりました。こちらがその案内になります。遺伝棒なんですけれども、えこういう感じなんですね。ちょっと中開けてみます。 朝からですね持ち歩いてましたからちょっとくっついておりますがこんな感じですねちょっと一ついただきますうん黒い丸まったものはうんうんなんでしょうね お味噌の味もします。おそして、ちょっとですね。山椒の味もします。昆布、お昆布も入っております。こちらですね、残念ながら、この日の地のみですけれども、この後はですね。 春日大社さんの一の鳥居の近くにありますキイ水楼さんが販売予定だそうです。えもしですね、えー、こちらですねお,お,お,お味見されてみたい方はぜひキイ水楼さんへお出かけくださいませ。うん、これを食べますと奈良の青酒が飲みたくなります。奈良は青酒発祥の地です。有名なのは、 お酒の銘柄では春鹿ですけれども。昌平というお酒も美味しいですし、奉祝さんも美味しいです。ぜひぜひ奈良へお越しの方はお越しえー。接とこのね。遺伝母。ぜひお楽しみいただければと思います。笠日大社さんの酒参りのご案内でした。